はい、本日はタイヤ交換に、また横浜の長谷さんのとこに行ってきます。リアタイヤこんな感じ、もう完全にスリップサインが出てます。準備したのは IRC のモビシティ、パターンはこんな感じ。フロントと同じですね。はい、タイヤをちゃんと、荷造りしまして行ってきます。タイヤの交換が済みました、エアバルブの交換、ハイヤと処分代込みで消費税込み4,400円、安い。新品のタイヤですね。はい、ゲートブリッジまで戻ってきました。今回ね、モビシティをリアタイヤに入れたんですけど、フロントはね、前回交換した時にモビシティに変えてたんで、やっと前輪と後輪が同じタイヤになったっていうことなんですけど、前輪をね、モビシティ入れた時にはちょっとね、最初の何キロか空気が入ってないんじゃねえかっていうような感じ、あるいはタイヤの向きを逆につけたんじゃないかっていうぐらい挙動がすごい不安定だったんですけれども、リアタイヤはそんなことないですね。もちろんリアタイヤにはフロントみたいにね、ハンドルを切るような機能はついてないんで、それとあと、まあ峠道みたいなところでオートバイを寝かして走ってるわけではないのでね、一概には言えないですけども、それほど大きな違和感はないですね。今日は風が、ゲートブリッジはいつも風が強いんですけど、やっぱ一段と今日は強いですね。でもまあ気持ちいいって言えば気持ちいいです。ここからこう下りがね、本当に海に向かってダイブするような感じで降りていくんですよね。すごいな。おーっと、ちょっと。すごい景色です。ちょっと風がすごいな。まあ気持ちがいい天気ですね。まあ家に帰る頃にはまあ皮がむけて、一皮むけて普通に使えるようになってると思うんですけども、もうちょっとね、おとなしく走れないとダメなんですけど、現状でそうですね、まあもう少し走り込んだら改めてレビューしたいとは思いますけども、現状の印象ですけども、以前履いてたピレリのスクートスマートよりも若干乗り心地が硬いかなっていう感じですね。まあそれが悪いっていう感じでもないんですけどね、ほんのちょっと硬いかなっていう感じで、今32,600キロぐらいなんですが、2万キロぐらいでタイヤを交換したので、やっぱりスクートスマートは1万2000キロぐらいリアタイヤは持った計算ですね。多分モビシティはそれよりも持つと思うんですよね。
まあ、従来の IRC のタイヤだと14,000-15,000キロリアタイヤで持つので、まあ、それぐらい持ってくれたら御の字だかなっていう感じですね。まあ、明日あたりね、時間があればちょっと山の方に行ってもう少しね、レスポンスを見てみたいなとは思いますが、今日のところはね、一旦この辺で終わりにしたいと思います。追記です。モビシティのに交換してからですね、約250キロぐらい走っての使い心地レビューですね。一言で言うと安定志向の新しい設計のタイヤっていう感じですね。乗り心地がちょっと硬いというお話をしましたけれども、それはまあ変わらないんですよ。こう舗装の荒れたところこと結構コツコツ拾うので乗り心地は硬いんですけれども、例えばこのこういう寝かして切り返し、こういう動きがですね、すごく安定志向、ねっとりしてるっていうのかな。スクーターっていうのは、例えば XMAX はまあ台形スクーターの部類になるんですけど、とはいえ15インチじゃないですか。今までの13インチとかのスクーターと比べればホイール系は大きいんですけども、まあスポーツバイクの17インチなんかと比べるとね、やっぱりかなり小径なんですよ。どうしてもその分結構いろんなところにこのタイヤなんかの影響がね出やすいんですけれども、ハンドルがブレるとか、あるいはそのギャップでハンドル取られたりとかね、そういう部分がですね、このタイヤだとかなり緩和される。だからカーブの途中に凸凹があって、ダダダダダっていう、これがスクーターでは結構怖いんですけど、このタイヤだと割と前後このタイヤになると割と平気ですね。で、もう一つ思ったのが、まあ新しい設計って感じたのは理由の一つなんですけど、こう大昔ですね、フレディ・スペンサーとか、あのケニー・ロバーツとかが出てた頃の話なんですけど、なんていうのかな、内足荷重っていうコーナリングの時に、それまでは外足荷重だったんですよね。それがですね、内足荷重っていう言葉ができてですね、外側の足は車体をホールド引っ掛けるのに使うだけで、荷重はこの内側の足にかけるっていうね、考え方ですね。で、それをまあ最初にやったのがフレディ・スペンサーだったと思うんですけども、当時としては、あの、径の小さな16インチっていうタイヤでやってたんですよね。オートバイに、あの、体預けるような運転なんですけど、当時は外足荷重って言って、こう、倒し込みの時こそ内側に体重寄せるけども、その後はこの外側の足で踏ん張るっていうのが普通だったんですよね。それをひっくり返したんですけども、まあ、実際に行動でやると非常に怖いんですよ。不安定だし。まあ僕はだからそれが、なんていうのかな、世代的に実感したのが、まあミニサーキットでスクーターレースやってた時なんですけど、当時大学生ぐらいだったんですけど、その子供たちは平気なんですよ、それがね。もう外側なし、全然体重かけてない、それどころか踏ん張ってなくて、ステップボードに足もついてない状態ほんで引っ掛けてるだけなんですよ。それでものすごく速いんですよね、安定して。で、そういう走り方にこのタイヤ向いてるっていうか、あの内足荷重でずっとコーナーリングしてても、この小径タイヤの15インチの小径タイヤに不安がないっていうかね、そういう感じなんですよ。それまでの、あのスクーター用のタイヤでここまで安定
するタイヤってなかったので、ちょっと驚きではありました。それでいてね、 IRC ですからきっとねライフも長いと思うんですよね。実際、前輪はすでに8000キロぐらい走ってるんですけども、まだ全然減ってないですから、それでグリップがないわけでもないんでね。これはスクーターというジャンルのオートバイには非常に向いたタイヤだと思います。はい、それではね、今日のところはこの辺で、よろしければいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。さようなら。